じゃあ最後の戦い、この6種類三ツ矢サイダー並べていきたいと思います。答え発表します。正解は
ゼロストロングからいきましょうか。はい、お願いします。せーの、 D。 え、これ、まあ、まあそこは間違いやすいところかな。これ最終勝負やな、もちろん。正解は A です。よっしゃ。え、でも今何点だったの？ A。 今マジ石岡選手3、黒川選手4。え、でも俺ゼロストローク A。 ゼロストローク A です。でそして最後がこれ何もこれ何もなんだっけ。そちらでも B 出てんねやから。俺も正解は D です。これが、ちょっと B がどれやったっけ。 B はライトです。これはい、分かんねえわ。結果発表、栗岡選手3、黒川選手4。はい、新勝でございますね。僅差の真の勝利でございます。いかがでしたか。まあ難しいですね。難しかった。でも普段から飲み慣れてるからこそ悩んじゃうっていう。なるほどなるほど。愛着が湧きすぎて。クレオさんどうですか、もうチャレンジ6年目。いやでも逆にこの僅差、いったら最終戦の一つしか点数は変わらなかったっていうのも実質僕の勝利と言って間違いないです。いかがですか、これは。いやいや、あの結果なんで。結果は勝ちは勝ちですね。はい、まあ、なんとか、はい、クレオさん選手がメンツを保ったということです。そうです、はい、非常に難しい問題でした。そうですね。でもやはり社員の方の方が分かる、分かるという、そういうことですね。だからこれが差ですからね。はい、いかがでしょう、次再戦リベンジされますか。いや、すぐに決まってるよ。まあ、誰が来ても迎え撃ちますよ。